降るところもあります。北陸と東北は大体晴れるでしょう。北海道は前線の影響で雲が多く、ところどころで雨が降る見込みです。最高気温は昨日と同じか高いところが多いでしょう。札幌は26度、8月下旬並みの予想になっています。秋田は34度、新潟と金沢は35度、東北の日本海側や北陸は季節外れの猛暑になる見込みです。東京は32度、名古屋は31度、大阪は33度、広島と高知は30度、福岡は28度、湿度が高く蒸し暑い見込みです。那覇は30度と平年並みの予想となっています。全国の天気でした。3時です。3時の NHK ニュースです。大型で非常に強い台風16号は